皆さん、こんにちは。ベルムです。今日のテーマは、バクダンサー出身で大成功した韓国アイドルベスト5です。では早速、始めましょう。まずは、BTS 韓国 J-OP です。韓国と J-OP はデビュー前、JYP 所属ボーイズグループ2AM のメンバー、ジョゴンのバックダンサーをしたことがあるそうですが、その当時、ジョゴンは I'm the One という曲で活動していて、ジョゴンと一緒に音楽番組に出演するのはもちろん、現在同じグループのメンバー、ジン、シュガー、テテと共に、ジョゴンの MV にまで参加しながら、大衆たちに少しずつ顔が知れ渡り、こんなバックダンサー活動の経験を踏み台に、その後 BTS でデビュー現在はビルボードを席巻する韓国のトップアイドルに成長することになったそうです。次はアイジョン、ウンビです。ウンビは16歳の頃からバックダンサー活動をしていたそうですが、ガールズグループシックリットとコルスデイの舞台に一緒に立ち、20歳の時にヤーというガールズグループでデビューしましたが、1年で脱退をした後、現在所属事務所ウンリーエンターテインメントに移籍することになり、同じ事務所の先輩ガールズグループラブリージュのコンサートでもバックダンサーで活躍していたそうです。そして、プロデューションジャージが始まるという話を聞いて、ウンビは本当に最後の機会だと思って参加し、最終恋でアイジョンのリーダーとしてデビューすることになったそうです。次は、セブンティーン・ミンギュ、ウォヌです。ミンギュとウォヌはデビュー前、同じ事務所先輩ガールズグループエプタズクルのメンバーレイナとラッパーサニがコラボしていた当時、クリスティン・ナヨンと一緒にバックダンサー活動をしていたそうですが、イケメンだからかインターネットではレイナとサニよりバックダンサーのミンギュとウォヌの方が話題になっていたそうで、ミンギュにはデビュー前に自分舞台経験を積むことができたすごく大事な時間だったそうです。そしてその後、ミンギュとウォヌはセブンティーンでデビューすることになり、現在は BTS と共に韓国のトップアイドルの一つに成長することになったそうです。次はチョンアです。チョンアは計6年間の練習生をしながらバックダンサー活動も長期間していたそうですが、ピンタッ、ビオネイポ、ウララセションなどいろんな先輩歌手のバックダンサーで舞台に一緒に立ったそうです。でもチョンアはバックダンサーではなく歌手として舞台に立つことが有名だったので、歌手になるためにプロデュースオーナーに参加し、最終4位で IUI でデビューすることになり、現在は韓国の次世代女性ソロ歌手ナンバーにまで成長し、チョンアが一時練習生だった JYP とオーディションを脱落させた YG はチョンアを逃してものすごく後悔しているそうです。最後はストレイキズ、リノです。リノは14歳の時ダンスを習い始めたそうですが、18歳の時にダンス大会に出場し、 JYP 関係者からオーディションの提案をされてオーディションを受けることになったそうです。でも JYP から連絡が来なかったので、リノは脱落したのかと思ってダンス活動を続けながら、 BTS が FIRE、 SPRING DAY、アットデイで活動していた当時、リノは BTS のバックダンサーで活動していて、 BTS とツアー公演まで一緒にしていたそうです。そしてオーディションを受けて2年が過ぎた理事祭の時に、急に JYP から連絡を受けて入社することになり、優れたダンス力で JYP の企業乗り試験40個を JYP 練習生の中で最短記録の2週間で身につけた後、ストレイキッズでデビューすることになったそうです。今日はバックダンサー出身で大成功した韓国アイドルについて調べてみましたが、面白かったらチャンネル登録といいねお願いします。では次の動画で会いましょう。またねー。